おはようございます。昨日はあの場所に車止めました。駐車場の全容です。ここはですね、カヌー屋にやりに来る人が多いですね。さすがカヌーのメッカ。ここから観山寺の駐車場の方へ渡っていくんだと思うんですけど、あそこ吉蔵カフェって言いまして、最近できたピザ屋さんなんですけどね、結構有名です。まあ新しくて有名なのか美味しくて有名なのかは分かりませんけど、今10時になるところです。満車にはなってません。こちらから河原の方へ降りていきます。この緑地帯が御嶽園地と呼ばれるところですね。名水百選御嶽渓流、ここが飲めるというわけではないですね。道はいくつかありますといっても全部つながってますけど、まあ、好きな方を回っていってください。結構急なんですよね。一番短いところ行ってみましょうか。そこが一番短いところですね。これ河原でバーベキューできるんですけども、さあいざトイレ行きたくなったっていったら、ここでですね、駆け上が、駆け、まあ走る必要ないですけども、もうちらちら歩いてトイレまで上がってこなきゃいけないという、そんなロケーションです。あと下でビール飲んで、ここを上がると言ったらもう酔いが回ってすごいでしょうね。こちら蘇麻の小橋、対岸を、渡る橋ですね。何か虫、虫どこにいるの。でこちら両側に遊歩道ができてまして、これひたすら歩いていくと御嶽駅とか、いつだか車中泊した観山寺の駐車場とか、あっちの方までずっと続いてます。沢の井の方にも行けますね。あそこではラフティングが始まろうとしてますね。この季節気持ちいいでしょうね。あの辺りが地図に載ってる発電所になります。あとここの空き地ではバーベキューですね。ただここもですね、キャンプ、宿泊、テント泊はできません。まあ、国立公園内ということで、カントリーコードで、禁止されてます。ここはあれですね、ナイトデイキャンやって撤収して車中泊っていうのもありかもしれないですね。ただ街灯らしい街灯とか上の方に道とかそういうの全くないので、日が暮れたら、日が沈んだらもう本当真っ暗になっちゃうでしょ。ここ